こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。豚肩ロースの焼肉ですね。豚肩ロース焼肉です。一応1キロですが、このうち何グラム食べるかちょっと分かりません。で、卵ですね。これも何個食べるか分かりません。で、キャベツですね。これだけと、で、白ご飯ですね。白ご飯。男茶碗一杯、これだけ食べる予定をしていきます。はい、肝心の体重です。何キロかですね。昨日は減ってましたね。今日は減ってるか増えてるか。れ、変わらずか、ちょっと減ってんのかな。体重56.5、ちょっと増えましたね。体脂肪率14.6、体重56.5、100グラム増えてますね。体脂肪率14.6、体重56.5、基礎代謝1301、内臓脂肪レベル5、筋肉量45.8、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.5です。もう一度、体重56.5、100グラム増えてます。体脂肪率14.6と。ご飯食べるので1キロ丸々は食べないと思いますけどね。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。